める。ひどい。敵は大軍、味方は民兵を含む寄せ集めだ。この戦、策を持って迎え撃つのがよかろう。戦を長引かせるな。兵糧を焼き、相手の士気をくじけ。やめろ。せっかく収穫した米が。適切な策を使うものだ。急ぎ火元を破壊しておけ。本陣は我らに任せられよ。民兵を守ることにもご留意願いたい。見てろよ三成、俺のやり方で豊臣家を守り抜く。これは無双だ。さすがご隠居だ。民が苦労して作った米だもんな。火は消えたか。いらぬ手間をかけさせられたものだ。地の利を持って敵を撃つ。合図せよ。お出番のようだな。官兵がいたぞ。誰か加勢してくれ。何、敵の総大将だと。よし、行って仕留めてくれるわ。鮮やかなもんだな、ご隠居。優しくて賢くて民に慕われるのも道理だぜ。これは無双だ。調子いいな、あんた。掴んでみせる。以後さらに精進せよ。敵はないぜ。
だぜ。しつつ退けよ。これは無双だ。俺の剣こそ天下無双だぜ。死の覚悟なくば橘の相手は務まらぬ。無双の剣、無双の剣に敵はないぜ。なんと千代がやられてしまうとは。味方本陣の守りを固め、杵築城の兵を本陣に回すのだ。開門。我らに恐れをなし、本陣守備を優先したが、今のうちに杵築城を落としてしまえ。開門。ご隠居様のため頑張らねえとな。しかし腹減って力が出ねえ。民兵が腹を空かせる頃合い、速やかに兵糧を送り届けよ。武装の剣、この剣に敵はないぜ。開門。こっちの関ヶ原はまだ終わってないか。先に銀千代が戻っていたはずだ。これは無双だ。お嬢がいなくなるくらい面白いです。当分に一矢報いてみぬか、坊ちゃん。勝利条件変更。あれは武士柄も関ヶ原から帰ってきたか。さらに精進せよ。兵糧は届かなかったか。まだ増援がいたか。今こそ出陣の時、私自ら敵総大将を討ち取ってやる。開門。行かせてもらうわ。見事、さらに精進せよ。いざ参らん。敵将討ち取ったぜ。なんという強さよ。人を生かす戦、見事だったな、ご隠居。おかげで俺の目指す道も見えた気がするぜ。思いのほか手間取った。我ながら甘い戦をしたものだ。